ビューティフル時代のヴィーナスです。ヴィーナス、そのなんかポスターもありましたけど、今どっか行っちゃいましたけどね。本当ですか。うん。ミキサンタ TV。ダイナミキです。小形もこです。歌の話をちょこっとしようかなと思って、はいはい、あの私もいろいろ思い出しながら、うん、あの昔のこと、はい、あの忘れていくのもいいのかなとかと思いで、あのデビューの話をねしたんですけどね、うん、前にね、はいはい、デビューはもう皆さんは私の曲を知ってるんですけど、うん、B 面、はい、昔あのレコードだったの、うん、A 面 B 面なんで、 A 面 B 面って言ってましたね、うん、なのでそのB 面の曲っていうのは、はあ、あんまりこう知られてないんですけれども、私はこの B 面あの、ま、ビューティフル横浜の B 面は、うん、さよならのブルースっていう歌で、はい、あのスローな歌なんですけども、この時大嫌いでこの歌を歌えないと思うぐらい嫌いで、そうだったんですか、うん、で、あの二人はすごくいいって言うんですけど、うん、あのなんかこうスローな歌はあんまり好きじゃなかったしね、それであのどちらかというとロックみたいなのやってたら演歌っぽいなとかと思ったりするんですよね。なるほどね、だって、うん、これでさよならっていうね、はいはいはい、でそういう歌だからね、うん、それで男に私は求めるわとかね、なんかすごい演歌チックなのね、歌詞もってこと、うん、そうそうそう、あなのでメロディーもそうですね、うん、ゆっくりだしね、なので、うん、あんまり好きじゃなかったんですけど、はい、でもね評判はあの好きだって人がたくさんいるんだ、うん、いるんでね、うんうん、で最近はまあいいかな、好きかなって思うように大人になってくるとね、はいはい、歌えるかなと思うんですけど、うんうん、だからそのみんな B 面の曲っていうのはあんまりあの皆さんは、うん、簡単に曲を書いちゃったりとかっていうのはあるみたいなんだけど、はい、でも教授先生も橋本先生も、うん、A も B も一生懸命書いてくださって、はい、そういう中では最初の2曲っていうのは私の中ではすごい思い出の、うん、いっぱい詰まった、うん、はい、曲になるんですね。うん、だけどだからその時って2曲しかないんですね。ビューティフル横浜とさよならのブルースしか、はい、でその時嫌いだったから、うん、ビューティフル横浜は、うん、横浜とか歌ってたらさ、はい、気持ちはいいんだけど、はい、で2曲しかないからもう1曲歌わなきゃ、サイン会がねよかったからね、そうかそうか、でそうですね、歌わなきゃいけない、嫌だなぁなんて思いながら、うんうんうん、これでとか歌ってましたけどね、へで、うん、ただ本当に大人と子供みたいな A 面 B 面だったような気がするんですよね。で男の人のね、はい、コーラスが入ってくるの、あれそれも珍しい、っっグッバイグッバイとか言うね、はいはいはい、I say goodbye とか言って、それもね、はい、普通コーラスって女性じゃないですか、イメージはね、うん、確かに、でもね男性コーラスみたいなので入ってるところ、当時は珍しい、男性コーラス当時、今も珍しいんじゃない、今もそうですけど、うん、当時ももう画期的なこと、それだったらそうじゃないですか、あんまりそこも深く分かんない、私はね、あんまり、うん、なんていうかな、だからどんどん新しい曲が出てくると歌わなくなってはいくんですけど、はい、最近歌うのはエンディングのところで、はい、ステージのエンディングのところで、はい、後半に ね、 歌ったりとか、やっぱみんながいい歌だなとか、いや、いい歌ですよね、うん、言ってくださるんですよね、うん、だから曲って、はい、もしかするとそのさよならのブルースが A 面だったらば、うん、また違う、あ、そう、こういう風になってたでしょうね、ミキ、ね、うん、さんのイメージもそうだし、そうですよ ね、 ね、変わりますもんね、そう、今思い出しました、横浜ね、ビューティフル横浜があってさよならのブルースなんですけど、うんうん、ビューティフル横浜 の、うん、なんでそれを作ったかっていうのは、はい、その前にブルーライト横浜があって大ヒットして、石田さんのね、うん、はいはいはい、で大ヒットした後に私橋本先生と清先生会ってるので、なので2人の前でブルーライトをメイツの時にも歌ってましたから、歌ったのね、はい、それでそしたらそれがだから気に入ったのかもしれないんですけど、大ヒットしたから2匹目の土壌を横浜でという、はい、
狙おうということで、うん、あの横浜になったんです。だからビューティフル横浜だったんですね、うん、あの時代が、うんうんうん、もう俺つって知らないよねあ、聞いたことありますよそう、はい、もう列っていう時代があったんですよ、はいはい、でそれの、はい、その後がビューティフル時代なんですよ。もう列からねビューティフルになって、はいはい、なんかミニスカート履いても列からビューティフルへっていうコマーシャルもあるぐらい。あ、そうでビューティフルになって、私あのその時代ね、キャッチコピーみたい、あ、キャッチフレーズ ありますね、うん、皆さんそれぞれにね、そう、うんうん、私のキャッチフレーズは、はい、ビューティフル時代のヴィーナスです。ヴィーナス、素敵。なんかポスターもありましたけど、どっか行っちゃいましたけど、ね、本当ですか、うん、なんかビューティフルっていうのはもうね、なんかあれでしたね、その私のキャッチになってたから、はいはい、で、ビューティー、え、なんだっけ、ビューティフルなお話ねっていうんですけどね、はい、でその言い方がね、うん、英語チックだから、はい、うんうん、私がこうあんまりテレビ出てない時代で、はい、そしたらば、いや、なでなんですよ、横浜歌ってるから、うん、横浜の、うん、ハーフの女の子だと思われてた、はあ、あ、見たことないから、うん、あ、そうかそうか、うん、私はハーフの女の子だと思われていたんですね、だからでもイメージはぴったりですけどね、そんなイメージはありますよ。 でその時代にねいたのは、うん、アン・ルイスも同じぐらいの時代なんで、アンルイスさんもね、はいはいはい、同じぐらいの時代で、うん、あの人もほら外人の人だから、そうですね、ちょっと歌い方が、はい、あの人はグッバイマイラブでしょ、うんうんうん、だからそういうあの、で、で、なんか横浜時代がこうエキゾチックで、そうですね、うん、港があって、ね、やっぱり海外の方ね、外国の方も結構たくさんいらっしゃる街だし、うん、それ私はだからあの、うんうんうん、デビューしてから横浜は行くようになりましたね。 なので今の横浜とはまた全然違って、はい、もうちょっとあの寂しい感じはしてましたね。 あ、そうですね、あんなに、うん、華やかではなかったですね、うん、だから本木とかなんか横浜のあるじゃないですか、あっち行ったことない人なんですけど、はい、私あります、本木とか。いや私もないです、ないです。本木、厚木、本木、はいはい、なんか、うん、こっちの方までは行って、まあ、横浜までぐらいかな、そうですね、ということで、はい、あの横浜に行ってしまいましたけども、カップリングの話だったんでね、カップリングの B 面のさよならのブルースという、はい、話を聞いていただきました、はい、あのぜひいい曲なんで、はい、アルバムにも入ってますよね、入ってます、うん、はい、入ってます、入ってます、ぜひまたアルバムを買っていただいて、はい、よろしくお願いします、ぜひ聞いてみてください、はい、メッセージもお待ちしております、登録もよろしくお願いします、はい、じゃあまた来週です。See you again someday.